ありがとう、ありがとう、ありがとう。これをくれてありがとう。ああ、もうこの香りが大好きなの。ちょっと滑舌が今まな、まま、まま、まま、ま。ビールお姉さん、小川ありさのビアフライトの時間。皆さん、こんばんは。良い子の味方、ビールお姉さん、小川ありさです。ちょっとね、今ね、もう本当に引っ越し直前で、部屋の中がね、段ボールも見れないよね。ちょっとどうしよう、これ。間に合うのっていう感じなんやけれども。今ね、ちょっとね、引っ越し作業はね、今日が何曜日かもわかんなくなるぐらい、毎日同じことしてますよ、最近。ね、ちょっとね、疲れちゃった。疲れちゃった。ちょっと息抜きでね、一緒にビール飲んでくれませんか？まあ、ほぼほぼ食材とかね、ビールもね、もう詰めてしまったんよね。やけん、ちょっと家にあるもんでね、適当晩酌をしようかなと思っておりますよ。なんならもうちょっと飲んでまーす。飲みながら箱詰めしております。じゃあちょっと冷蔵庫散策してこようかな。あ、そう、これね、これをね、解凍しといたのよ。これね、もらったもので、あまりに美味しくって、もったいぶってね、ずっと取っといたの。冷凍庫で。それをね、解凍してるから、これをね、食べます。これなんだ？チッ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 チン。豆腐用です。なんかもうこの辺をね、ちょっと適当に食べながらね、今日はね、晩食に付き合ってください。お願いします。シャースシャースシャース。では、解凍した。こいつを、ディン。てん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 なんでや、なんでこの曲や。ドゥルドゥルルルルル、ごめんね素直じゃなくて。セーラームーン世代いる？ねえ、これまた絶対買う。だって前回食べた時さ、めちゃくちゃ美味しかったもん。私は全卵を落とす。なぜならもったいないから。どうでしょうこれ。ひゃー、これはこれは映えだ。今日も段ボールに囲まれております。もう本当にね、直前、引っ越し直前、飲みよう映えじゃないっちゃけど、休憩させて、取れたてホップ一番搾りで休憩させてください。グラスさ、全部直してしまったけんさ、ドラカップ。お、プラカップって意外と泡立ちいいじゃん。はーい、それじゃあ今日も一日お疲れ様でした。乾杯。めっちゃ映っとるやん、引っ越し会社。あと引っ越しセンターへ。だっけ、あとって。へ。牛肉よっけー、いただきます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。これをくれてありがとう。とーうまい。これさ、去年の誕生日にいとこがくれたプレゼントなの。うまい。ありがとう。いとこありがとう。私もお酒大好きっていうのがね、分かってるからね、ビールに合うものを送ってくれました。飲み友なんですよ、いとこは。いとこは私の6つ下、6個下なんやけど、一番一緒によく飲んでるかな。東京来たら絶対、会いたい会いたいっつって、飲み行こう飲み行こうっつって。そうなんです。そう。ね、結婚しちゃったらちょっと誘いにくくなるあるある。みたいなね、30前後が出てくるよね。そうやって、
とか言っちゃってタハ。でも彼女はね一緒に飲んでくれるよ私と。これから先もきっとちょっと引っ越し中につきいろいろと散らかっておりますが、これが今の私のテーブルでございます。段ボールの上に一応ランチョンマットを引いて、あ、汚いティッシュがあるね。ビールと豆腐があるね。ミニサラダ、ポテトチャップ、ユッケを並べております。もうね、冷蔵庫の中をとにかくなくさなきゃいけないということで、豆腐用をね、豆腐用ってあの沖縄のね、これはね本当はねビールよりも青のりの方が合うのかもしれない。豆腐用好きなんですよ。青のりでつけてあるからね、ちょびちょび食べるもんですから。いただきます。あーもうこの香りよ、酸っぱい、刺激的。これもう古いの？もうまだやっていいの？これうまっ、うまーい。あー、うーん、イエーイイエーイ。君に会えてよかった、このままずっとずっとラララ二人で。なんでこれ歌ったの今。金麦分かってる。あー濃い、リッチモルト 1.3 倍、さすがだわ、濃い。とりあえずまあ11月前半は引っ越しでいっぱいいっぱいなので、多分この YouTube が流れる時は11月後半とかかな多分。やけども時期的には引っ越し真っ只中なので、インスタ10月後半から11月前半にかけてちゃんとね、あの顔が映ってないかもしれない、疲れすぎてて。お許しください、ごめんなさい。お許し、許して、ちょんまげ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 、よろしゅうお願いします。本当にね、本当に終わらせんといけんの。だって明日1日しかないよ。もういや、明日は明日の風が吹くからね。とりあえず今日はビール飲んで。くる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 。ギネスが泣いていましたね今。くる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 って。ギネスの美味しい美味しい泡の注ぎ方は別の動画で紹介しているのでぜひご覧ください。あれ？なんか全然やっぱダメなんだな、全部注ぎ切らないと。学びました、だんだん泡が立ってくる、許してくれないみたい。ということで学びました、乾杯。泡がちょこっとです。あ、そうなんだ、許してくれないんだやっぱ。うん、厳しいって、厳しい。ごめんなさい、もう一本飲みたい、もう一本飲みたい、ごめんなさい。ゾウさんのビールを飲みたい、ちょっと最後の晩酌なんで、このお家での最後の晩酌なんで、私の大好きな、ビールを飲ませてください。 Stand by me、 君と出会えてよかった、7% っていうもんですからね。非常にこれはね、なかなか大変なことになりそうですよとか言いながらの乾杯。あ、もうこの香りが大好きなの。大好き。
ベルギービールこれだから大好きなんです。今ね本当にもうこんな感じで引っ越しの準備を進めております。まあ、次回はちょっと新居で撮れればなと思っております。最後デリリウムの7杯飲んじゃったごくごくと。さあということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ちょっと滑舌が今ままならないですが今日もありがとうございました。酔っ払ってますね。今日もありがとうございました。ぜひこの動画が気に入ってという方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしております。あのね、あの新居に引っ越すので引っ越しするならこういうアイテムおすすめだよとか、引っ越しするならこういうことしといた方がいいよとか、引っ越しアドバイスお願いします。それと引っ越しあるあるなんていうのも募集します。それではまた次の動画でお会いしましょう。酔っ払ったもね、いかんね、ちょっとやばい、タルンタルンしてるわ。あのいかん、喋り方がタルンタルンしてるわ。はい。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。